今回は大人気エンチャント本ランキングやっていきたいと思います。ってことで早速第3位、ダメージ軽減。これは防具に何をつけたらいいのってなった時にもう間違いなくこれをつけておけば大丈夫です。ちなみに落下耐性よりもダメージは減るのでダメージ軽減の方がおすすめです。第2位、耐久力。どんな防具でも武器でもこれをつけなければすぐ壊れてしまう。ならばそう、耐久をつければいいんだ。堂々の第2位です。そしてなんと第1位は修繕です。これをつけずに一体何をつけるんだ。耐久力の上位互換で耐久値なんて関係ない、対抗すればいいんだ。文句なしの1位です。みんなもコメントでお気に入りのエンチャント教えてね。